ナンバーアンダーライン愛の未来は紅白歌合戦や24時間テレビと一致するのか国内よりも国際的な舞台でナンバーアンダーライン愛の進化に迫る2024年、日本のエンターテイメント業界では大きな変化が起こりつつあります。旧ジャニーズ事務所からの脱退や退社を経て、新たな展開を見せるアーティストたちの動向に注目が集まっています。 その中でも特にナンバーアンダーライン I というグループの未来について多くの意見が交錯しています。このグループは過去数年間にわたってジャニーズの中でも躍進を遂げ多くのファンを魅了してきました。しかし最近の動きを見ると彼らが今後どのような活動を展開していくのかについて多くの疑問が投げかけられています。特に 24時間テレビや紅白歌合戦といった大型イベントでの出演に関しては、様々な見解があります。旧ジャニーズからの脱退後、彼らは新たな道を模索しています。自らの芸術性や個性を追求し、アーティストとしての活動に集中する姿勢が見て取れます。しかし、その一方で、 彼らの出演が24時間テレビや紅白歌合戦に求められるかについては疑問が残ります。これらのイベントは従来のアイドル活動とは異なる側面を求められるため、彼らの今後の方向性とは一致しないかもしれません。例えば、24時間テレビは感動を呼び起こすチャリティーイベントとして定評があります。しかし、 その需要が現在のナンバーアンダーライン愛に合致するかは疑問が残ります。彼らは単なる涙を誘う演出よりも自らの表現力やアートの可能性を追求しているように見えます。そのため無理に彼らを24時間テレビに起用する必要性は感じられません。むしろ彼らの才能や魅力を最大限に活かせる場所で活躍させることが重要でしょう。 また、紅白歌合戦についても同様の議論が交わされています。彼らの出演はファンにとっては喜ばしいことでしょう。しかし、彼らが紅白に出演することで得られる恩恵や意義について、冷静に考える必要があります。彼らがアーティストとしての成長や新たな挑戦を追求している今、 紅白のステージが彼らにとって最適な場所であるかどうかは疑問が残ります。一方で彼らが海外進出を目指していることも事実です。この視点から見ると紅白や24時間テレビといった国内のイベントへの出演よりも世界的な舞台での活動が彼らにとってより意義深いかもしれません。彼らの可能性や才能は国内にとどまらず。 世界中のファンに愛されることが期待されます。そのため、彼らの今後の活動については、国内だけでなく国際的な視野も持つ必要があるでしょう。彼らが自らのアーティストとしての個性を存分に発揮し、新たな挑戦に果敢に挑む姿勢が、彼らのファンや支持者にとっても魅力的なはずです。そして、脱退や退社の背景にはどのような事情があったのか、 長瀬廉君や平野翔君の発言からはその一端が見える。彼らが新たな道を選んだ理由は一見すると複雑である。しかし彼らの今後の活動がどのように展開していくのか、その先には何が待ち受けているのか。その答えは彼ら自身の手で描かれることになるだろう。エンターテイメント業界は常に変化し続けている。その中で 旧ジャニーズ所属者たちが新たな挑戦を続ける姿は多くのファンにとっても注目に値する。彼らの今後の活動が日本のエンターテイメントシーンにどのような影響を与えるのか今後の展開がますます興味深いところだ。舞台に立つたびに彼らが新たな一歩を踏み出すことを願ってやまない。彼らの活躍からは新たなエンターテイメントの形が生まれるかもしれない。 彼らの挑戦を心から応援したいと思う。そして、その一方で、我々は彼らの選択について考える余地がある。彼らが紅白や24時間テレビに参加することで得られるものは何か。そして、それが彼らのアーティストとしての活動にどのような影響を与えるのか。これらの問いに対する答えを、私たちは一緒に探求していきたい。 最後に、彼らのこれからの活動に対する期待や思いを考えると、彼らが紅白や24時間テレビに出演することが、彼ら自身の成長や挑戦の一環として捉えられるかもしれません。しかし、その一方で、彼らが自らの芸術性や表現力を追求し、新たな可能性に挑戦する姿勢もまた重要です。彼らのこれからの活動が、 彼ら自身やファンにとってより意味のあるものとなることを願っています。彼らの今後の動向について皆さんはどのように考えますか紅白や24時間テレビへの出演についてどのような見解をお持ちですか彼らのこれからの活動に対する期待や思いをぜひお聞かせください。